父上の敵討ちを手伝ってください。お前俺のことを誰に聞いた。八尾国というおばあさんから。決してくたばらない男だって。あのババ適当なこと言いやがって。一刀流の相手のねぐらがどこにあるのかわからないのですが、あらゆる流派を統一すると言っているので、大きな道場を当たっていけばいつかは。お願いします。明るいうちに帰んな。この辺りは野伏せりが出る。もちろんお金は前払いで。金の話をしてるんじゃねえ。頼まれたからって誰でも彼でも切ってちゃただの人斬りだ。誰切ったらいいか俺はどうやって決める。